日本キリスト教団合同前の日本キリスト教会、代表の準備員、後列左より、熊野義孝、三好努、富田光、蔵、小野村林蔵、沢渡る、浅野淳一、飯島聖太、堀内智郎、前列左より、今村幸太郎、村田志郎、金井た一郎、村岸清彦,彦沢渡るは、日本の牧師、植村正久の弟子。妻は、植村の長女、墨江、子に、 沢正一、中村太子など、神奈川県横須賀市に生まれる。祖父の沢銀次郎は、桜藩に仕えた蘭学者で、横須賀にはエンジニアであった父親が赴任していた。父、沢一郎は、横須賀造船所校舎で学んだ後、フランス留学を経て、海軍技師となっていた。幼少期に漢字を習い、日曜学校に通った。第高等学校造を経て、 東京帝国大学に入学。入学した春に、上野美術館で、林武次郎の朝の祈りに感銘を受けて入信する。在学中に、日本キリスト教会、藤見町教会で、上村正久より洗礼を受ける。大学を中退して伝道者育成機関の東京新学者に入学する。1913年、大森伝道所に着任する。1914年、 上村正久の長女住江と結婚する。教法の観光物である福音新報を発行している。1941年日本キリスト教団の創立の際に加入する。1951年、上村玉木、小野村林蔵今村幸太郎、藤田治めらと一緒に日本キリスト教団を離脱し、日本キリスト教会を創立する。1958年に亡くなるまで、 大森教会を巻き返した。ありがとうございます。